国史順賞国史順賞から1890年12月18日は日本の陸軍軍人政治家。最終階級は陸軍少将。元老院議官、貴族院直選議員。山口県出身で長州藩士。1871年7月31日、ご新兵創設時に上京し、第7番大隊長に就任。 1872年5月9日、陸軍少佐に任官した。1874年1月、この F 表、第二連隊長となり、佐賀の乱に出征し、竹橋事件にも出動した。1878年11月、陸軍大佐に昇進し、翌月、この F 表第一連隊長に就任。1880年4月、広島鎮第三長に発令され、 翌年1月、熊本鎮大参謀長に転じた。1882年2月、陸軍少将に進み、熊本鎮大司令官に就任。1885年5月、不評第6旅団長となり、翌年7月10日に退任した。その後、1888年11月20日、元老院議官に就任。1890年9月29日、 貴族院議員に直選され、同年12月に死去するまで在任した。同年10月20日、元老院が廃止され議官を非職となり、近景官志向を仰せつけられた。ありがとうございます。